こんにちは。パルミー特別動画、左手デバイスオービタル2紹介です。5周年記念のイラストコンテストの協賛商品でもある左手デバイスオービタル2を実機レポートします。皆さんの作業環境選びの参考にしてみてくださいね。ちなみに協賛商品は株式会社ブレインマジック様からご提供いただきましたが、今回撮影で使用しているものはスタッフ自前の私物です。光るリングがかっこいいですね。リングの色も変えられます。ソフトのプロファイルごとにフォトショなら青、クリスタなら白みたいに設定できます。今回この動画ではオービタル2を使って色塗りに挑戦します。塗ってみるのはこちら。添削付きの人気講座、慶三先生の色塗り講座に出てくるこちらの線画です。それでは早速、作業画面と手元の映像をお送りしつつ、オービタル2のおすすめポイントや使い方を紹介していきます。ちなみに、スタッフもなんだかんだで、オービタル2歴は撮影時点で1ヶ月ちょっとです。その間いろいろと設定を変えて工夫もあったのですが、いくつか気づいた点があります。当初オービタル2のみで全ての作業をやってみましたという動画にしようとしましたが、それだと実はオービタル2の良いところを潰してしまうのです。この製品の最大の利点は置いて使えるという点なのです。握るタイプやゲーミング用のデバイスはそれだけを左手で使う形になります。一方オービタル2はキーボードの近くに置いて必要な時に使うというキーボードとの共存ができる貴重な左手デバイスなのです。ですので全ての操作をオービタル2に詰め込んだりはしていません。イラストを描くのに必要な操作をキーボードとオービタル2で分業して効率アップするための設定となっています。ジョイスティック部分は左右に倒すとブラシサイズの大小を変更可能、上下に倒すとボケ足の強さを変更、スティック部分はブラシの調整に特化しています。通常描きながら大まかなブラシサイズ変更はペンをドラッグする操作で担当します。スティックを使ってのサイズ変更はピクセル単位の細かい調整にぴったりです。つまんで回転させる操作には画面の拡大縮小を設定していますが、この操作はキーボードでも行います。ブラシサイズ調整中に画面をちょっと引いてみたい時などにオービタル2側でも変えられるようにという配置です。フラットリングには右側と下側にそれぞれリストメニュー100から10までの数字が入っています。これでブラシの透明度と流量を素早く変更できます。フラットリングの上側にはここもまたリストメニューがあり、こちらは押しにくいキーボードショートカットが割り振られています。両手を使わないといけない系のショートカットキーを割り振っていくとどんどん便利になりそうです。特に液晶タブレットを使っているとこんな風に無理な姿勢でショートカットを打ったりしがちですよね。漫画を描く人は使うショートカットも増えがちなので、特にオービタル2が役立ちそうです。ちなみに今回のショートカット設定については配布プロファイルとともにドキュメントで細かく解説していますので、そちらをぜひ見てみてくださいと言っている間に出来上がったようですよ。こんな感じに仕上がりました。こちらの講座、時期によっては講師の添削も受けることができるようになっています。これを出したらどんな風に添削されるんでしょうね。今回オービタル2をいろいろ工夫しながら使ってみましたが、一つ大事なことがあります。せっかく買ったんだからキーボードとは決別してこれだけを操作に使って全てを効率化すると意気込みたくなるかもしれませんが、それはいけません。キーボードと共存できる左手デバイスという特徴を最大限活かすためには
分業させることを考えるのが効率的です。今回割り振ったブラシサイズの変更もキーボードの右側にあり、左手では押しにくいキーです。このあたりをカバーする設定にしていくと最高に使いやすいですよ。ちなみに今回はキーボードと併用のスタイルをご紹介しましたが、こんな風にオービタル2のみの操作でも大丈夫な十分な性能は持っています。プロの方でもオービタル2だけで操作する人もいるそうですよ。今回はキーボード併用の操作でやってみましたが、オービタル2だけで操作する方向も研究していってみたいですね。それでは皆さんもぜひ試して、どんどん作業効率アップしていきましょう。